鷲見玲奈のズボラが精すぎた。フリーアナの鷲見玲奈が8月8日に放送された踊るさんま御殿に出演し、自身の超ズボラな一面を明かして出演者を驚愕させた。鷲見は人には絶対知られたくない私のズボラな一面のトークテーマで話を振られると、レース地など肌着の柄や材質が服の上に浮き出ないためにベージュの肌着を重ね着する機会が多いとした上で、仕事が続いちゃうと1個しかないので選択できないと明かした。これを聞いた番組マックの明石家さんまが、同じ下着を複数枚買ったらええやないかと当たり前の指摘をしたのだが、鷲見は次のように告白したのだ。でもそれがどこで買ったか思い出せなくて、そういう下着が1個しかないので洗濯するタイミングがなくて2、3日ぐらい同じものをつけちゃってる。下着を洗濯せずに何日も着用しているという鷲見に対し、さんまは浮気ったなからとドン引き。鷲見は慌てて、夏場はちゃんと洗いますと補足したが、さんまはいやいや絶対嘘やと断言。鷲見も否定せずに苦笑いを浮かべるだけだった。結局下着を購入するのもめんどくさいほどズボラな性格ということでしょう。5月28日に放送されたバラエティ番組ドーナツトークでも、ズボラな一面として肌着を畳んで収納することがめんどくさいので収納場所にただ放り込んでいるだけと話していましたね。また鷲見はバスタオルも1週間に1回しか洗濯していないこともカミングアウトした。しかも1週間に1回のペースでも以前よりマシになったとのことで、独身時代は1ヶ月に1回ほどしか洗濯していないことを明かしており、これにはスタジオの観客席から悲鳴が上がっていた。鷲見が所属する芸能事務所セントフォースの取締役であるフリーアナの望月家も今回の番組に出演し、ズボラな一面についてトークしていましたが、鷲見ちゃんがいると自分はズボラじゃないんだと思えてくると話していましたね。200人近いフリーアナが在籍する同社の中でも群を抜いて鷲見がズボラなんでしょう。とはいえ、同じ下着を数日使い続け、バスタオルは週に1回しか洗わないとは、もはやズボラの範疇を超えている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。